さんはゴミの分別はしっかりとされていますでしょうか。長崎市ではご覧のように現在ゴミを10種類に分けて出すように定められています。はい、こちらの一覧表なんですが、今回の知っとく長崎はゴミの分別と減量化についてです。私たちの生活の中から出ているゴミ、長崎市では年間およそ15万5000トン、1日あたりおよそ426トンのゴミが出ています。これはゴミ収集車およそ213台分にあたる量になります。ゴミの量というものはどうなってるんですか、年々。年々ですね、皆さんのご協力により、減ってきてはおります。あ、そうですか。けどまだまだですね、はい、分別されてないゴミとかそういったものも多いですので、引き続き皆さんにはですね、ご協力をいただきたいと思っております。現在長崎市のゴミは10種類に分けて出すようになっています。三峡町の三峡クリーンランド埋め立て処分場には燃やせないゴミとプラスチック製容器包装のゴミが運ばれてきます。ゴミの選別をしている工場の中を案内していただきました。貯留ピット、はい、ここがですね、各ステーションに各家庭から集められて集まったゴミをですね、はい、パッカー車で運んできて一番最初に、入るところがこの貯留ピットです。まずはここに集められるんですね、はい、今が一番少ない量ですね。これで今少ない状態、はいはい、そこがどれぐらいあるのかちょっとわからないんですけど、ですね、そこの一番上からだいたい7メーターぐらい、それで今はそんなあれですけど、夏なんかですね、やっぱり匂いがするんですよね。あ、そうでしょうね。ちょっと少しでも洗ってもらえばですね、だいぶ匂いもしないと思いますのでですね、皆さんには洗って もらいたいと思ってます。貯留ピットに運ばれてきたゴミはゴミクレーンとベルトコンベアを使い手選別室へと運ばれます。ここでプラスチック製容器包装以外のですね、燃えるゴミとか燃やしないゴミとか資源ゴミですね、そういうのをここで選別してます。皆さん黙々と作業されてますね。それで破体機っていう装置があって、はい、このゴミ袋をこう破るようになってるんですけども、はい、全部はきれいにこう破れないんでですね、ここの一番最初にいる人が釜のようなものを持ってですね、これで破ってます。これ今一瞬でこう引き裂いて、その一瞬で見分けてる感じですよね。もう中のもの、ダメなものは こちらの方に入れるんですか。です、はいはい、例えば中が汚れてるものとか、このプラスチック製ではないものはもう全部こっちに、はいはい、またですね、ゴミ袋の中にレジ袋のを入れて、またレジ袋に中に入ってるとですね、破った後またそのレジ袋を破らないといけないのでですね、まあ、レジ袋を入れる場合は何も入れないでそのまま袋にですね入れてもらいたいと思います。いわゆる二重袋にはしないでほしいということなんですよね。はい、ということです。はい、プラスチック製容器包装のゴミ袋の中にはこんなものも入っていたそうです。うわー、針が入ってますよ、注射器が。うわ、これは危ないです。フライパンや人形、そして刃物まで、手選別室のスタッフが怪我をしたり、ライターなどでぼや騒ぎになったこともあるそうです。村木さん、ここにあるのがプラスチック製の容器包装と言われるものなんですよね。はい、基本的には中に食べ物とか入っててですね、それを食べてしまった後残ったものですね、うん、でマヨネーズとかこういうのもそうですけど、こういうのは中に、入ってるものを出してしまってですね、洗ってもらって出してもらわないとですね、うん、匂いがなかなか取れませんので、うん、よろしくお願いしたいと思います。
やっぱりトレーには何もこう付着していないぐらい、はい、まあ、水でもこうある程度スポンジでもさっと洗ってですよね、はい、でこうレジ袋ありますけども、はい、この中にはですね、こういうあのレジ袋の中にはこういうものは入れないでですね、これはこれだけで、あ、さっき言ったあの二重袋になりますので、うん、手間がかかりますので、うん、これはもう中に入れないでですね、うん、出してもらいたいと思います。プラスチック製容器包装の袋の中から選別されたゴミは下の階へ運ばれます。今2階から1階に降りてきたんですけれども、ここでは何がなされてるんですか？2階 の、 あの手選別室のですね、あのコンベヤーのところで、人の手で、穴ぽこの中に入れてたんですけど、そこに入れたやつをですね、あのプラスチック製容器包装からこうはけられたゴミがですよね、燃えるゴミ、燃やせないゴミ、資源ゴミにこう、はい、落ちてくるわけですね、はいはい、その後ゴミ焼却場とか埋め立て地とか、資源のストックヤードに また持って行ってですね、でその後こういうのを除いたやつがですね、ずっとまた上のコンベヤーを流れていってですね、はい、ここに、圧縮梱包機って、ありますけども、はい、こういうあのプラスチック製容器包装はあの傘がありますので、だいたい1メーター真四角のものに圧縮してですね、はい、できたやつをこっち側に、はい、ストックしててですね、はい、で毎朝、10トントラックでですね、だいたい 2台から多い時には3台ですね、再資源の業者にですね、うん、持って行ってるということです。プラスチック製がリサイクルされるわけですよね。はい、ここからまたなんか砕いてとかして、そうですね、またその再資源業者に行ってから、そこの業者でまあいろいろなものにですね、またリサイクルされるということです。そして工場の横に隣接する燃やせないゴミの埋め立て場へ移動しました。宮崎さん、ここが埋め立て処分場ですよね。はいはい、各ですね、ゴミステーションからあのパッカー車で持ってきてですね、はい、ここで下ろして、向こうに重機トラクターショベルって言うんですけども、それで埋め立てるところまで運んでですね、でそこでこのコンパクターってタイヤに刃がついたら、で重さが35トンあるんですけど、これで押しつぶしてですね、傘を少なくすると、うん、あちらに何か金、はい、建物がありますけど、はい、これは何ですか？カラス捕獲箱といってですね、埋め立て処分場に集まるカラス対策も重要となってきます。近くに、やっぱり住んでる人がいるんですけど、そのカラスがですね、洗濯物に悪さをしたりですね、住民の人からこう苦情を言われたりすることがありますのでですね、そういうのは食べ物なんか残さないようにして出してもらいたいと思います。ここには燃やせないゴミと、そのプラスチック製容器包装でこうはけられたものですね、汚れのついたものがもうそのままですか？そのままです。埋められる形になるんですか？はいはいはい、確かにもう目の前にいろんなものがありますよね、はいはい、本当ビデオテープですとか懐中電灯、はい、やっぱこれもまあ燃やせないゴミではありますけれどもね、はい、こうやって埋め立てられていくんですね、はい、で中にはテレビとかはここはもうダメなんですね、家電用製品はここでは持ってきていけないんですけど、それテレビなんかはもう粉々にしてですね、分からないようにして持ってくる人もいるんでですね、ここでこうやって中身をですね、調べてるということです。この埋め立て地っていうのはどれぐらいまでは可能なんですかね？これどれぐらいで満杯になるんですか？今もう長崎市ではですね、ここが唯一 の、 一般廃棄物の最終処分場ですから、ここがなくなったらまたどっかに探さなくてはいけないですけど、皆さん埋め立て処分場はなるべく連盟化ですねして、うん、使うためには皆さんがですね、うん、分別を良くしてもらって、なるべく燃やしないゴミをですね、少なく出してもらいたいと思ってます。実際
回この場所に立ってみますと、やっぱり本当ゴミっていうのは一人一人の心がけで減らすことができるのかなっていうところも思いましたし、やっぱちゃんと分別しなきゃなっていうところを強く感じました。森さん、最後にですね、ゴミの減量化に関する今度シンポジウムがあるって聞いたんですけれども、はい、今月の26日に、長崎市ゴミ減量シンポジウムがメルカ月町で開催されます。日頃ゴミの減量や、リサイクルの推進にですね貢献されている、市民や団体を、表彰するほかですね、学校や企業さんの、活動報告なんかも行いますので、ぜひですね、市民の皆さん足を運んでいただいて、そしてゴミの減量リサイクルにですね少しでも意識の向上につながればと考えております、はい。そしてまた市からは生ごみ処理機の購入などに関する助成金が出るんですよね。はい、生ごみというのはですね、燃やせるごみの約4割を生ごみが占めていますので、生ごみを減らすことによって燃やせるごみというのは結構減るという目的にですね、生ごみ助成、生ごみの、処理機の助成をやっております。募集のですね数に限りはありますけれども、今月末まで、募集しておりますので、ぜひ、皆さんお申し込みいただければと思っております。やっぱりゴミっていうのはリサイクルできるものがあるっていうところをちょっと念頭に置いて、やっぱり分別大事ですよね。そうですね、限りある資源ですので、市民一人一人のちょっとした心掛けがですね、ゴミを減らすことにつながって、住みよい長崎になると思いますので、ぜひ皆さん、分別、正しい分別とリサイクルにですねご協力いただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。私は実際にゴミの埋め立て処分場行ったの初めてだったんですけど、はい、本当にもう正直衝撃的で、あれが現実の世界なんですけれども、もうそのままの燃やせないゴミがこうあって、それをこう土で埋めていくっていうことなんですよね。本当にそのままビデオテープだったりとか鍋缶だったりとか、そういうものがあって、いや本当にびっくりしましたね。やっぱりゴミっていうのはもう出さないように、できるだけ減らすようにしなきゃなってことを強く思いました。またゴミの出し方も、袋を二重にしてたりするのが良かれと思ってやる方いらっしゃると思うんですよ。それそれ、ああやってこう手で一個一個開けてらっしゃるんですね。そうなんですよ、手選別室の、ね、スタッフの方々がもうわざわざこう釜でこう袋を引き裂いて、でこう中を開けてみないことには何が入っているのかちょっとわからないっていう状況なんですよね。危険なものもありましたね、注射針とか、あれはきっと一部ほらプラスチックの部分があるもんだから、プラスチックでいいやってことで多分入れられる方がいるみたいなんですけども、あれは危険物ですので、やっぱりちゃんと新聞紙にくるんで燃やせないゴミにするか、もしくは病院に回収してもらうというね、ことをちゃんとしてほしいというところをもうスタッフの方が皆さんおっしゃってました。ゴミは分別してますか、ちょっとこれぐらいいいかとか思うことがありますけど、そういった一人一人がそうやってるともう集まれば膨大な数になるんだっていうことすごく反省しましたね。やっぱゴミ、本当にプラスチックのゴミというのはリサイクルに回されるので、プラって書いてるね、こう矢印になってる、印のあるものはちゃんとプラスチック製の容器包装に入れましょうというところ、今一度皆さん市のゴミの分別の仕方ね、ホームページに出ています、市のホームページの環境ゴミという欄にゴミの分け方というふうになってますので、そこ開いて今一度確認してゴミの出し方徹底してください。以上、知っとく長崎のコーナーでした。